皆さんこんにちは、高橋俊美です。今日私たちはですね、ザ・レゾムで開催されております PFW49 のドラマに潜入取材しております。今日も来ていただいております小西プロと田岡プロです。よろしくお願いします。お願いします。はい、田岡プロといえばね、パターもほぼ1位と、はい、ほぼ1位はい、はい、番回に続き、そうですよね、すごいですよ、はい、ほぼ1位なんですよ、はい、好きですか、パターは。じゃあそうですね、得意かなと自分の中でも。なんかバンカーの時は昔苦手ですごい練習したっておっしゃってたんですけど、はい、パターは昔から。そうですね、でも一時期もう不調に入って長かったんですけど、うんうん、はい、これっていう練習法を見つけてそれで上手くなって、はい、まあ、そこからはずっとパターいい感じでできてます。あー、すごい。大西プロから見て片岡プロのパターってどんなイメージですか？シンプルイズベストです。あ彼のパッティングはもう芸術アートですね、はい、はい、もう見ていてすごい綺麗です。とにかくシンプルなんで、はい、見てもらいたいです。はい、ということで早速いつも通りまず何球か打っていただきましょうかね。はい、はい、わかりました。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまず最初に片岡プロにいつも通りのパッティングをお願いします。はい、大体ワンピンぐらいですかね。ワンピンぐらいですね、はい、はい、少し残りです。ありがとうございます。まずちょっと片岡プロに今2球打っていただいたんですけど、はい、どこ気にされてますか、片打つ時は。手をなるべく使わず、はい、大きい筋肉で打って安定させるっていうのをやってます。手を使わずっていうのはどういうことですかね。はい、手でこうやって打っちゃうとやっぱり結構ブレちゃうんで、なるべく最初の構えた形を大事にしてそのまんま、僕は肩のイメージで打ってるんですけど、はい、肩を動かしてあげる、手は固定した感じ。そうすると再現性が高いというか毎回同じように打てるかなと思います。僕はちょっとハンドアップしてやってるので、こういう上下っていうよりはこの背骨を軸として回してあげた方がいいと思います。はい、片岡プロがおっしゃっていた今ハンドアップをちょっとしてるっていうのはどういうイメージなんですか？はい、イメージはなるべくこの振り子運動にしたくて、はい、まあ、こうなるとやっぱブレやすいというか、なるべくこの垂直でやるのが一番理想なんですけど、それに近いところで自分のフィーリング合うとこを探してやってます。お願いします。ナビキプロ、はい、すごくやっぱいいこと言ってたのは、やっぱ手首を一切こう使わないで、なるべくやっぱその体の形を崩さないように打つっていう形ですね。で、まあ、それに伴ってのそのクロスハンドでですね、握ってその左のそのラインが一切崩れないような綺麗なアドレスしてるんで、アドレスよくまた見てもらいたいんですけど。すごいもうあの整ってるんですよね。肩のラインも綺麗だし、この左からその作られるこのラインがすごく綺麗なんで、こうそれこそ微動だにしないようなアドレス作りができてるんですね。で、あとはシンプルに肩をこう回して自分のストロークが一切ブレない、まあ、どんな傾斜があってもプレッシャーがかかっても崩れないようなパッティングスタイルが確立されているなっていうのを感じました。ちなみにそのクロスハンドにしてる理由は昔からですか？昔からですね。あ、そうなんです。なんか小学校の時に父親にクロスハンドにしてみたらみたいな、はい、結構パンチが右手でこうパッてやっちゃう癖が小学校の時あって、はい、でこうクロスハンドにしたらこう右手を使わず打てるなってなって、うん、そこから結構ずっとクロスハンドですね。あ、はい、そうなんですね。右手が強い人はじゃあこうした方がいいとかってあるんですか？あ、それはあると思います、はい、どうしてもあの、まあ、順手で構えると手首使いやすくなるんで、うん、パンチとか入りやすくなる、入りやすい構えなの でそういうのが嫌うんであればセスクロスハンドに握ってあげた方が手元も低く出るんで、低くしたり、そうですね、はい、でそういった意味では、はい、そういう転がりは安定しやすいのかなと思います。お、まあ、リズムもすごい気をつけてます。毎回同じリズムでいきなり強くなったりしないようにして、そうすると距離感も合いやすいですし、転がりも良くなるので。あ
手使わないで同じリズムで振り抜ければ結構安定するかな。私たちもプロに少しでも近づけるように、はい、どんな練習法をしたり、まあ、大事なのは芯に当てることと、うん、毎回同じところに打ち出せることが大事なんで、うん、まずは、はい、まあ、1メーター半から2メーターぐらいでいいんですけど、はい、その両端のところにキーを刺して、はい、もうスレスレですか？そうですね、スレスレ、まあ、最初はちょっと広めでもいいと思うんですけど、慣れてきたらスレスレでやってほしいです、はい、ここ通ればまっすぐっていうところにキーを置いて、狭い、待ってください、狭くないですか？いや、こんぐらいです。はい、で調子悪くなってきたらこれやって、はい、まあ、基本に戻るっていう感じの基礎のドリルというか、はい、ちょっと実際にいいですか、はい、お願いしても、はい、はい、かなりスレスレに刺してましたよ。ただこれまっすぐのところに置いてないと当たっちゃうんで、はい、そこの調節だけはちょっと最初大変だと思って、わあ、すごい。さすが1位。さすが。ほぼ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 つけなきゃ。でも本当にスレスレですよ。はい、ちなみに、はい、これは両手だけじゃなくて、はい、片手で、まず右手でやって、はい、でこれを、まあ、10球20球やって、はい、次左手で、左手結構難しいんで、ここ添えたりしてもいい、はい、左手でやることをやって、本当に体とヘッドが一体感生まれるので、うん、難しいですけど、これはやってほしいです。うーん、あー、すごい、ナイスです。で、これやって両手でやるっていうのを繰り返してやれば、まあ、多分確実にレベルアップすると思います。ありがとうございます。はい、はい、ということで私もちょっと実際に自分のパターで試してみたいと思います。ちょっとあのプロのパターよりちっちゃめなんですけど、このままいきます。両手は攻めて行ってほしいな。いきます。うまい。おー、あ、ちょっと優しかった。いや、私右手は、はい、なんか頑張れるんですよ、まだ、はい、ちょっと行ってみますね。うまい。おー、ちょっと短いです、すいません。ありがとうございます。でも通りました。頑張れはい、ただ問題ここからです。これ肩動いていいですか？はい、肩で動かして、手は使わないで、はい、はい、いけるかもしれない。いけます。ポジティブにいこう。うまい。あ、おお。でもちょっと高専でも、はい、それやるとやっぱり、はい、手使いたくなりますよね。それを使わずに打てればもう安定します。あ、アドレスの時に両方の足を若干内側にすると土台が安定するので、うん、僕はそれやってます。こう、はい、はい、めちゃめちゃうまい。でもなんかこういうアプローチの片手打ちより簡単ですね。力がいらないというか、はい、あのなんかそのうまく言えないですけどこれを、あ、当たった。当たりました。なんか入れようと思って強く打とうと思ったらやっぱり気持ちが出ちゃうんですね、体に。はい、強く打ちました。今右当たったか左当たったか一目瞭然。確かに、あ、ずっと右当たってます。ってことは右に打ち出す癖があるのかもしれない、はい、あ、これすごいですね。確かに右に外れるかもしれないです。自分では気持ち悪いけど、ちょっと左目に構えてみてもいいですかね。あ、おお、ナイス調整、ナイス調整ですね。私じゃあ、結構構えもこっちに行きがちなんですよ、はい、あのティーショットとかの。それももしかしたら関係するかもしれないですね。そうですね、あると思う。はあ、ここが自分で微調整できるとか。そうです、はい、すごい、ありがとうございます。はい、ということで片岡プロにパターを教えていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。意外と両手でも片手でも、はい、あ、意外といけるじゃんと思ったら、しっかり入れようと思ったら全部右だったので、はい、びっくりしました。そうですね、そこの人の癖とかも分かるんで、はい、この練習はおすすめです。
はい、ありがとうございます。上手くなれますね。そうですね、はい、本当に思いました。でもやっぱり私たちアマチュアはゴルフ場に行って練習しても結局あ今日早いねとか遅いねとかなんかそれぐらいしか見てなかったんですけど、はい、今の方が一番大事ですね。そうですね、自信つきますね、はい、ショートパット、はい、ありがとうございます。でちょっとですねプロのパター、はい、ちょっと見させていただいてもよろしいですか。はい、練習見てくださいすごくないですか。ここに当ててるってことですよね。そうですね、芯のところ芯にしか当たってない、ね、本当そうですよね。ちょっともう万年なく私は当たってるんですけど、はい、でも確かに当たった時にあ今ちょっと失敗したとかヒルムーって私は結構あるんですけど、はい、そういうとこないですか。でいつもいやありますあります。ありますか。全然あるんですけど、はい、やっぱりその回数をなるべく減らしていこうと思って声練習をしてます。はい、でですね、今日はですね寒い中お二人ともありがとうございました。ありがとうございます。またぜひウムゴルフ2人とも出てきてください。出てきてください。また来てください。そうです。対決、対決。対決。いいですね。ちょっとお二人のちょっとイケメン対決お願いします。はい。ということで、皆さんもですね、ぜひこの練習法やってみてください。今日本当に一日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。おすすめ動画はこちらとなっております。また見てください。